今回はキングジムのポメラ DM100 です。ポメラの最新型ですね。ポメラ知ってる人だったら、あ、ここも変わったって感じなんですけど、一番大きな違いはこのバックライトがついた。でちょっと1個前のポメラ、持ってきましたけども、そうですね、こういうサイズからこうやって展開、こうですね、こんな感じで、これが特徴だった。なんか合体変形的なポメラだったんですけどこれがもう普通のコンピューター的な、もうこれを折ればこれでおしまいですからね。なんかもうこの大きさになっちゃったら、はい、ノートパソコン、なんかノートサブノートっていうかネットブック的なねサイズに近いですね。あのでもまあ持ってみると、あ、まあ超軽い、はいはいはい、軽い、そうそう、言うの忘れてましたけど、ポメラっていうのはテキストを書くためのキーボード付きのデバイスですねもうポメラでねちょっと先走っちゃいましたそうですね、これを持っていけばテキストファイルをどんどん作れるよっていう機械なんですけど、広げたサイズを比較すると一番新しい DM100 が大きいんですけど、キーボードはまあ大きくなったので、こんな感じでよりサイズ的には余裕が出た、うん、前のポメラはですねこうやって折りたたむとこういうサイズで持ち運べた、うん、で今度のポメラは最新型は折りたたんでもこんなサイズ、うん、こういう違いがあるんですけども、で厚さ的にはこんな感じですね。ただ実際にあのカバンとかに入れてみると、まあこれはこれで可愛くていいんですけど、これだと本当にあの面積はあるんですけど薄く収まるのでかさばらなくていい感じはしますよ。あ、ストラップの穴があるということはこう首から下げろとか、これを首から下げる、手に持つとか、こうですか、そういうなんかこれ皆さんやった方がいいですよ、あの有名になれるポメラちゃんとか言ってこれあの子可愛いのにね、気の毒よねっていうちょっとね、そうこれねストラップホールに見えるんですけど、多分、うん、盗難防止用のケンジントンロックを通す穴だと思いますね。なるほどね。あとですね、意外に多いのがですね、ポメラ膝の上に乗せて使いたいんだよっていう人が多かったんですけど、うんうん、これだと膝の上に乗せるとこうこんなになっちゃったり、あ、確かにしていたんですね、曲がっちゃったりしていた、うん、けどこれだと膝に乗せて全然大丈夫、抜群の安定感、そうですね。バッテリーはですねこんな感じで炭酸電池2本、ノートパソコンと違って、出先で電池がなくなってもコンビニで買えるということですね。ちなみにですね値段から言っちゃいますと27,000円前後、うん、今なんか微妙な顔したのは、うん、ちょっと高くないかとちょっとでも確かに今の時代で27,000円って言われると、うん、なんかタブレットみたいな雰囲気があるかもしれないですね、うん、微妙に高いんですけども、多分あの発売、これ去年の11月に発売されたんですけども、もうどん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 下がっていくとは思うんですけどね、どん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 下がっていくとかっていうと良くない製品に思えてしまいますがそうじゃなくて、キングジムの流通経路とかってやっぱそういう傾向にあるので、出れば出るほどって、ね、そうですね。結論から言っちゃうと、前のポメラもあの今の時代においてネットには全然繋がんなかった、うん、で今度のポメラはですね、うん、繋がんないんですね、またやっぱり案の定繋がらないそこは譲れないわけですね。譲りたいかもしれないんですけど、わかんないですね、譲るとなんか面倒くさいのかもしれないですね。今度の一応新しいポメラはですね、いろいろボタンがついてまして、はい、Bluetooth とか書いてあって、うん、スマートフォンとか PC と Bluetooth で接続できる。直接。ただスマートフォン接続の場合はキーボードになったりするとかいう用途がちょっと押されていて、例えば iPhone と Bluetooth 接続するとポメラを iPhone 用のキーボードとして使えたりとか、うん、そういうところで。それしたいんです。それしたいんです。すごくしたいんです。それやりたいんですか。すごくそれがしたいんです。スマートフォンで、そう、ただ高いですけどね、持ち運びのキーボードとしては、ね、あと Bluetooth の機能はどちらかっていう と、パソコンと Bluetooth 接続してパソコンにテキストファイルを送るとかそういう目的だと思うんですけどね。あ、ポメラ自体がスマホとこう完全に連携するっていうイメージではないかもしれないですね。うん、そのスマホにテキストを送りたいよっていう場合はですね、うん、ポメラ QR コードリーダーっていうソフトが無償で出てまして、やはり今度のポメラも QR コードですね。あの今度のポメラもっていうのはですね、前のポメラは、携帯電話とかに、
テキストを送るときにここに QR コードを表示させて、それを携帯電話で読んで携帯側でテキストを表示したんですけど、今度のカメラもやっぱり QR コード、ただこのボタンを押せば一瞬でパッと QR コードが出ますんで、その辺は非常に使い勝手が良くなってて、起動したところこんなアプリですね、でこれで QR コードをどんどん読んでいけるんですけど、ちょっと実際にやると驚くんで面白いんでちょっとやってみたいと思うんですが、読み方でいいか、これで画面を狙っていってもらって、ここで、待ってれば大丈夫ですか、はい、それでポメラ側の QR コードボタンを押しますと、今のテキストが全部 QR コード化されるん で、はい、で今長いテキストを選んでるんで、複数の QR コードになりますので、三浦先生はずっとそのまま押さえててください。わかりました。で押します、はい、パッと出て、ほら1ページ読んだ、で次のページ、ほら2ページ、いくぜいくぜって感じで、こんな感じでどんどん来ますね。で読み取り完了、はい、今10国の QR コードを読んだんですけど、こんな長い文章が今の、まあ、カメラ側はもうずっと画面を狙っていて何も操作しなくてよくて、でこちら側を次のページ次のページってスクロールすると全部取り込める。でこのスピードと楽勝さだと、はい、結構 QR コード使う気になりません、うん、なるでさらにですね、これはこんな感じでいろいろなところに利用できるんですね。で特に喜ぶ人が多いと思うのがエヴァノートへ送る、はい、でエヴァノートっていうクラウド のファイル共有サービスなんですけど、エヴァノートに転送しちゃえば、まあ、あとはパソコンだろうが何だろうがエヴァノートにアクセスできる端末からポメラで書いた文章を扱えるようになると。あれですね、もうスマートフォンの時代になったのでポメラの活躍度がより一層上がるという感じですね、前のポメラの場合は頃はまだいわゆるあのガラケーの時代だったので、時代だったのでとか言うと良くないですねあのフィーチャーフォンがもうみんな使ってる、ね、主流だった時代なので、あの QR コード読むのめんどくさかったんですよ、ちょっとカメラ機能的にこう遅かったりとかしたんですけど、もうこの時代になると超早く読めるんでかなりいいかもしれないですね。そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。スタッフさん、今回の粗品は何ですか？はい、今回の粗品は湿潤療法のための、パッドですね。湿潤療法って知ってます？なんか例えばですね、こういうとこ切っちゃったと、はい、で普通はこう消毒してバンドエイドを貼ってとか、あとガーゼでこう押さえてとかするじゃないですか、そういうことはしない療法、治療法で、切ったりすりむいたりしたらもうきれいに洗って水気を取って、こういう外界とこうこの、肌をバリアしちゃうパッドを貼るんですよ。パッドはこんな感じ で実物はこの中、あものとしてはこんな感じ。なるほど。ちょっと三浦先生に貼ってみましょう。私ね、もっとこうあと数日早く欲しかったんですけど、ここ切って、でも乾燥してもう普通になった。治ってきちゃったちょっと一瞬貼っていいですか、はい、こんな感じで貼って、ちょっと今雑に貼ってますけど、はい、もっとぴったり綺麗に貼るんですけど、はい、こんな感じに貼れるんですね、うん、でここにオブラートみたい。そう、ここに傷があるとすると中からこうジクジク出てくるじゃないですか、はい、であれがあの治療になると。あ、自分のジクジクで治せてもらえる、ね、あの自分の治癒力を最大限に発揮させるためのパッドですね。もっと早く欲しかったで、ね、これであの治療というか怪我をケアするとですね、はい、傷跡ほとんど残らないんですよ。ショックですよ。なんでこんなに傷跡残らないのみたいな。なんてこと。僕ねちょっともうないですけど、こうねカッターでザクってすごい傷がやばいと思った瞬間にこれで治療したら3日ぐらいで傷がなくなって、あのこう塞がって透過しないうちにもうその傷ってどこにあったっけぐらいな、ちなみにこれはいろんなメーカーから出ててこんな感じですね。一番大きいサイズのネクスケアの3枚入りが、Amazon で555円、 あとこのバンドイールの一番大きいサイズは3枚入りで Amazon で980円、ちょっと高いですねこれ。あとですね、他にもちょっとありまして、でかい、これは医療用系なんですけど市販されてるんですよこのでかいものはプラスモイスト P っていうものなんですけど、随行メディカルっていうところから出てまして、こんなパッドですね。こっち側の白い方、
あの裏表ありますけど、こっち側を傷口に当てる方ですね。だから例えば太ももとかに自転車でこけてザーってやっちゃった時にこれを当てたりするんですけど、これ触ってみると分かるんですけど、別にどこにかのりがついてるわけではないので。え、これなんか剥がしたりとかしないんですか？しないんですね。それもういきなり使うんですけど、これをテープ、サージカルテープで貼る必要がある。不思議。不思議ですね。医療ですからね。あの本当はこれをあの看護師さんがちゃんと手当てしてくれたりするんですけど、売ってますんで自分で蛍光しても大丈夫っていうですね。このサイズ、このサイズの3枚入りで1115円、アマゾンで売ってます。なんかちょっと一家に一セット、これね、一家に一応置いとくと、あの結構まあこの年齢になってくると別にすりむくことはあんまりないと思うんですけど、あのお子様がいるご家庭とかザーってすごい傷作ると思うんですけど、そういう時にこれでちゃんとケアすれば、あの傷を最小限に抑えて必要な療法ができる。チェックしてみてください。ですね、あとこの辺のボタンで、この国語、英和和英とかいうボタンがあって、押しますとこんな感じで国語辞典が使えたりするんですけど、ここに文字を打ち込んでもいいんですけど、例えばここでライトっていうのを選択状態にした状態で国語を押しますと、これを検索してくれる。おで、あのここでさらにですね、 F3 を押すとコピーモードっていうのがになりまして、はい、この内容を全部コピーしてテキスト上にペーストして、あの流用できたりする。うーん、でこういうことが、国語辞典は英和辞典でできるので、でまあショートカットの物理キーがあるんで非常に使いやすいですね。あ、そうなんです。カレンダー気になったんですか？カレンダーいいですよ。本部のカレンダー、こんな感じのカレンダーなんですけど、はい、丸がついてるところに、メモを入れてあるんですね、うんうん、でこれの表示を変えますと、これが週表示。あで、メモの内容はこういう感じでサムネイルっていうんですかね、はいはい、一部表示されるので、あのスケジューラーとしてより活躍するように。でさらにまたここでこんな感じで1日の詳細表示も見られると。前のカレンダーはまあ普通に使えたんですけど、ちょっと工夫して自分なりの使い方を見つけないと便利感が出なかったんですけど、今度のはいきなり便利になってる気がします。まあ、2万5000円以上するハードウェアなんですけども、うーん、悩むところですね。値段の付け方はうまいかもしれないですね。これでもうちょっと、もうちょっと上だったら、まあこれだったらノート PC とかっていう、そうそうそう、でもうちょっと安いとすぐ買っちゃって悩ませるところにつけてくるっていうね悩んでますね。欲しい。欲しいそうですよ。悩んでますよ。うん、